眉尻ってどうしてもやっぱり少しずつ細くなっていくんですね。細くなってかつ薄くなっていく。なのでアレンジのしがいがある部分でもあるんですが、湘南 AGA クリニック札幌院の徳永です。今回ですが、前回の続きになってぐる眉をどう作っていくのかっていうところを大真面目に解説していきます。前回の動画だと概要欄に貼ってはいますが、ここの大きさですね、ポジションするならここっていうところを決定していきました。今回は眉尻、眉頭、どっちに置くのかを解説していきます。ちなみに僕だったらこれどっちがいいですか、眉頭なのか眉尻なのか、ちょっと教えてもらっていいですか、どっちが僕似合うんだろう。似合うかというところで言うと、これ今一目瞭然かと思うんですが、先ほど鏡でも見てもらったんですが、もう一度見てみましょうか。はい、四角形の大きさだとどうしてもこっちの方がちょっと長方形になってますよね。そうですね。で、今の眉のバランス的に眉頭がちょうど眉間近くまで迫るような形になるので、ここから引っ張ろうと思うとどうしてもここの幅を超えちゃう、ないしは眉間まで侵入しちゃうんですね、どうしてもカーブ作るために。っていうと非常にここは幅が狭いし難しいかなと思います。横を向いた時だとここの方が正方形に近くて、かつ目のバランスも崩さないし、こめかみの部分も崩さないので、どちらかというと眉尻がおすすめかなっていうところです。じゃあ今眉尻おすすめだよっていうふうにはお伝えしたんですけれども、眉頭が難しい点がもう1点あります。ポイントで言うと、眉尻ってどうしてもやっぱり少しずつ細くなっていくんですね。細くなってかつ薄くなっていく。なのでアレンジのしがいがある部分でもあるんですが、眉頭になるとどうしてもグラデーションとして濃くなってきてかつ太くなるんですね。なので実際にこの眉頭にぐるっとしようと思ったら、つながりをしっかりと持たせなきゃいけないので、ぐるっとするにもぐるぐるがちょっと大きくなっちゃうんですよね。片方の眉で再現しようとしても、どうしてもここの太さの延長線上で少し細くしようとしても、イメージでいう気がする。これでちょっと隠しましょう。っていうと、このピンクのラインのようなところが真っ黒になるイメージなので、少しイメージとしてはちょっと太すぎる、存在感でかすぎませんね。少しこれはちょっとすごいですね。どうしてもやっぱり眉頭が太さに合わせて調整していかなきゃいけないので、どうしてもここは違和感出ちゃうかなと。でかつ曲線が繊細な曲線、クルッと感にならないかなと思うので、こういった観点で言っても太さの観点でも眉尻の方が綺麗にアレンジできるかなと思います。一応今回は以上になります。で、次回の動画なんですけれども、これもっと大きくできないのみたいな疑問が出てくるかと思うんですね。人によってはもうバランスなんてどうでもいい、俺はでかいぐるぐる眉が欲しいんだということもありますので、そちらちょっと説明していきます。